なんで踏めば助かるのに、なんで踏まないで死ぬ方を選んだのかって、その殉教に来るとわからない。精神的な、本当に一番これが大事な、それが明らかにされてないということは、僕は今こそね、これが明らかにされるべきだと。こっちの歴史も大事ですけど、もう一つの信仰の歴史っていうのはね、それが一番大事だと。だから今もうリストラで、あるいは倒産で、あるいはいじめで、自殺者3万人以上ですよね、なんでそういう事件が起こるのか、死ななければ死なないでもいい事態がたくさんあると思うんですよ。ただ自分の命は自分で絶っていいんだ、自分の命は自分のもんだと、いやこれは本当かどうかね、これでも自分は本当に一番大事なものを見つけさえすれば、死ななくても、いや多くの人の役に立つことができたであろう、なのに自分で自ら命を絶ってしまう、それはキリシタンが持っていたものを今の人たちが持っていないからではないかなと僕は思うんです。本当に人間にとって一番大事なものは何かって、つまりこの目に見えないところの心、精神、魂の領域